ください。はい、OK です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、どうぞ。こういうコーナー。お疲れ様でした。お疲れ様。これもう始まってんの？そろそろそうパソコン。なんか頭が一瞬。大谷さんのさ。え、なんかさ、はい、いや俺本一ドラさんの1万2000とは思わなかったけど、本一 50% ぐらいだったんだけど。とにかく漫画じゃないことないから、点数状況で、だからやめた方が良かったんじゃないと思った。脳天でしょ、うん、これでグランプリ確ったしね。あ、確定ですか。確ったよね。だって、はい、A1 のベスト16まである。んベスト16まである。まあそう、放線残れば行くね。可能性はあります。放線残れば絶対だよ。はいはい、うん、新設のタイトル戦で、はい、まあ、A リーグの選手がいた方が、でも若い子ってやるの楽しい。あ、そうです。楽しい、うん。なんでですか？え、なんだろう。だから自分のやっぱね、若い人たちの方が発想が豊かだから、うん、自分の発想になかった戦い方をしてくる人がいたりして、うん、あ、なるほどねと。はいはい、え、そういう時って、うん、試合終わった後とかに、うん、一応聞いたりもするんですか？あれなんでこうしたの？いやでも公式戦だからね。まあ、基本はね、4半チャン目に同卓の人でだったら聞くことはあるけど、はい、うん、あ、じゃあその時に、あ、なるほどなみたいな時もあるんですね。うんうん、あるある。とか、うん、高田馬場ですね。高田馬場、はい、俺しか司会進行は。じゃあこれまで恐縮ですがさせていただきます。勝俣健二プロのWRCR 第3期優勝おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。そんな、まあ、大丈夫、そんな気づかないでください。お疲れ様でした。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。食べよう。お腹ペコペコ。適当に頼んでいいですか？お願いします。何セット練習と一緒？まだ。え、肉しか頼んでないんで。みんなちょっとまだね、携帯忙しいですよね。おめでとうが家族から。一個も来てないんだけど、お疲れ様とか。それは来ないでしょ。まあでも、なんか一個だけ初止めいいと思ったからインタビューでも言ってて、思ったって言われただけ。俺の街じゃん。そう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 、缶入ったからリーチに見えるから分かんない。うん、缶入ったからリーチだよ。その前にポンテ一回取れたのと数万の。あれイーソーと9万のシャンポンだったら1回戦目4000オール、うん、3フール何間違ったの？イーソーと9万のシャンポン、ボーラス77シャンポン。あ、77シャンポンです。全然もうチーピンとチーマン、とりあえずです。しょうもない仕掛けだな。しょうもなくないですよ。え、何が浮いてるイーシャンってあったの？赤ウーピン。2回戦の勝間さんのおかげリーチにサブロスそうですみたいなやつにサブロス三蔵掴んだのが嫌でした。すごいよ。え、はい、はい、缶スーピンでテンパってる人も結構いるんだけど、缶スーピンでテンパってても放獣するし、なんだろうな、やっぱダチャン数が足りないと感覚的なものがついてかないから、その感覚的に捉えられた方がいいなっていう局面を捉えられないがためにいい結果出なかったなっていう時はダチャンスをバーッと増やして、うんうんうん、でいい感じで打ててるなっていう時、うん、もう今いつ座っても勝つよみたいな時はその座学的なのが増えるかな。あ、こういう選択する、この人はこういう選択、この、まあ、人読みの材料を増やすみたいな、うん、どっちもあって、直近でこの人当たると、はい、うん、でこの人の麻雀の自分が持ってるイメージがちょっと古いなって感じてたらその一人に注目するし、うん、A1 だとね、でももうずっと見てきてる人だから、あ、この人の麻雀大きく変わってるってことは相当少ないから、だから A1 を見るときは結構
全体的に見て局面局面で、あ、こういうこの人はこうなんだなとか、この人はこうなんだな、だけどこう M リーグ始まった後とかは対この人に着目してみるみたいな、うん、打ちまくる、まずは打ちまくる、うん、はい、で、打ちまくっていくんだけど、できれば自分よりちょっと強い人と打ちまくる、はい、すごい強くてもあんま良くないと思っているし、うん、でも結果でいいんじゃない？リーグですか？まあ結果でいいと、まあ、リーグでもいいし、1個上のリーグとかでもいいし、まあ、例えば同期とかでも、あ、いつもなんかこの人の方が自分よりちょっと成績いいよねみたいな人でもいいし、討論会の仕方が大事。若手プロの勉強してる姿を見ていて、あんま強くなんないだろうこの勉強方法って感じるのは、いや俺は3ピン切るよとか、自分はローマン切るみたいな話してるのは見てても、もう全く、うん、あんまなんか強くなる気はしなくて、その3ピンを切るメリットはこれとこれとこれ、他に何かあるみたいな、いやこんなメリットもあるんじゃない、このメリットもあるよ3ピン切りにはみたいな、で逆にローマン切るメリットは何みたいな、1人だったらね、例えば3つしかメリットを思い浮かばなくても、それを4人で話し合えば5個6個ってメリットが出てきて、自分が見落としてるメリットが、まあデメリットでもね、見落としてるものが出てくることによって知識は増えるし、その選択するときに、じゃあどのメリットを重視するべき局面なのかっていうときに、そのメリット知らないっていうことがなくなってくるから、だからどっち切るなんていうのは、何切るはあんまり意味ない。何切るでどっち切りっていうのはね、答えはあるとあるんで、麻雀だから 100% 答えがあって、選択のゲームだから必ず答えはあるんだけど、うちら人間にそんなに全ての正解を導き出せるとは思えないから、あの局面局面で川だったり点数状況だったりで、そのどのメリットを重視すべきかで変えていくと思うんだけど、そのだからメリットデメリットをみんなで探そうぜみたいなやり方が議論、なんか討論する感じだったら勉強になるかなと思います、はい、じゃあちょっともう一個あの、その勉強のやつで、うん、放送の見方なんですけど、うん、今めっちゃあるじゃないですか、うん、いっぱい見た方がいいですか、それとも一個ね、あ、ちょっと強い、自分よりちょっと強いのを見るべき。あ、だからね、これはね、若手勉強会でもちょろっと言ったんだけど、 A1 を見ても多くの人が勉強にならないね、自分が所属している団体のトップリーグでだし、ね、目標とする先輩もいるだろうし、自分も将来、ね、5年後にこの舞台で戦うぞっていうモチベーション上げるためとか、そういう見方はいいと思うけど、勉強しようと思って見るので A1 は多分違うと思うし、でも映画みたいに見た方がいいですか？そうだからね、 A1 やっぱみんなすげえ面白いとか、俺もこうなるぞみたいな目線で見て楽しむのはいいけど、勉強しようと思って見るので A1 は俺はおすすめしないし、ちょっと違うかなって、止めながら見た方がいいと思うけど、うーん、止めて自分で、要はどんどん進まれると局面追いつかないから、自分で何切るって考えながら見て、うん、はい、答えが出ないうちにね、例えば久保さんなんてバンって切られちゃうだろうから、あ、じゃあゆっくりがいいんですね、ゆっくり見た方がいい、うん、そう、勉強の意味やり見るならね、正しくじゃないけど、やる気だよ、やる気、やる気ですか、やる気足りないよマジで、いやマジでマジで、うん、いいですよ、熱く語っていただいて、だから私の育成会ってみんなに何本の角って聞いて、じゃあ後ろで次やばいです、1日1回ってことでしょ、うん、30本っていう多分 A リーダーも M リーダーもいないから、もともとね、わかんない、今忙しくて打てないかもしれないけど、でもなんかそのそれって今ダチャンスで言ってるじゃないですか、うんうん、でもあの昔はウサギ跳びめっちゃやるみたいな、あ、勉強方法が別ってことねの可能性もあるじゃないですか、方位の取らせ方までは多分わかんないですけど、はい、やっぱりこう目的もなく試合を番組を見たりとか、目的もなく麻雀いっぱい打ってもうまくはならないので、うん、ちゃんと定量的に、あ、なんですか、なんですか、定量的に、定量ってなんですか、定量的っていうのは要は、さっきの筆記試験とかだったら、前は何分で何問できたのが同じ時間でこれぐらいできるようになりましたとか、うん、まあ、何でもいいですよ、だから長で打ったら握手率が下がりましたとか、ちゃんと自分がこう進歩進捗してることが分かるようなメジャー
を持って練習に臨まないと結構難しいかなとは思います。特に今の人は改善してる、上手くなってる、強くなってるっていうのが分かる指標っていうのがちゃんと何かしらあった方がいいと思ってます。これコッシー今本書いてくれてるから俺のパイプめっちゃ見てほしいけど、今絶対にないレベル、絶対レベルでないよ。中盤の駅から60秒超えたらないよね。ちょっとスーマンリリーチか、しげるさんがピンズの無筋をもうめちゃくちゃ蹴るので、ローピンかチーマンを蹴るとテンパイ、で、しげるさんにはローピン絶対通ると思ったから、まあ、あのマンズの本一もあったので、ローピン行ったら、まあ、通って流徳してテンパイ立てて、スーマンギリビーツのペンチーマンのリードになったんだよ。で、俺チーマンタケでテンパイ行って開けるじゃん。ただ勝松さんそれ間違ってます、チーマン切るべきです、ローピンの方が危ないですとか言われて、おいと思って絶対持ってる、絶対持ってる、若くて頃の大谷はもう絶対持ってる。皆さん今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日から仕事頑張りましょう。ありがとうございます。カズマさん、明日の予定は、巣鴨の本部道場で道場部ゲストです。お待ちしてます。終わってるか、もうその頃に大変ですね。はい、はい、決勝今まで優勝が 3、ちょっと悪いですね、カズマさん。やっぱね、タイプ的にその予選とかトーナメントとかは勝ちやすい麻雀だけど、決勝は勝ちやすい麻雀打てないから、こう常にローリスクローリターンの麻雀がこう体に染み付いてるから、負けない麻雀は結構そこそこやれるんだけど、勝つ麻雀と言われるとね、下手っぴだなって自分のことは思うし、だけどやっぱり自分でそれって毎回決勝終わって、まあ負けました、うん、そうするといやここが足りなかったから、そうすると次打つときにちょっと自分のそのバランス崩してでも行かなきゃとは思ってる。いやいやいや、それを崩さない、もうやっぱね、だって決勝で打つ半チャンスよりも予選とかリーグ戦とか打つ半チャンスの方が多いから、やっぱリーグ戦用の麻雀練習するから、はいはい、だから多分決勝の練習が足りてないんだろうね。あ、うん、だから例えば準決決まって、今って結構間空くこと多いじゃないですか、1週間とか2週間かもしれないけど、そこでちょっと決勝用でとはあんまりやってないと、やっぱ他のも同時でね、リーグ戦とか、ね、タイトル戦とかやってるから、やっぱなんだろう、すごい言葉は悪いけど、決勝に残れば仕事したなみたいな今期のこのタイトル戦は仕事したなみたいな。力抜けるんですか？まあまあでもね、やっぱ優勝目標だし、優勝するために頑張るんだけど、なんかやっぱ感覚的に優勝って4人に1人だから、まあね、時の運も結構大事だし、でもやっぱ予選はね、完全にこう時の運よりも、こう実力の部分が大きいかなと思っちゃうから、そっちの練習ばっかするし、だからどうやってタイトル戦優勝するつもりで麻雀打ってますかって言われたら、とにかく予選とかリーグ戦の練習をしていっぱい決勝に残って、決勝ではつくの待ちみたいなとこはあるかもしれない。じゃあ今の話を言うと、長い方がいいですよね、鳳凰戦みたいに。よかった方がちょっと、いやでも一緒かな、そこ一緒。いや、まあ、やっぱ負けないのは得意だけど、1位になれと、いや1位になり方が下手くそなんだろうね多分だいぶ謙遜してます。いやでも本当にだって結果が物語ってるからね、だって3回しか優勝してなくて、ね、鳳凰戦とかシュミレートするじゃないですか、どの辺までシュミレートするんですか？1日ごとに変えると思うんですけど、いやでも大体メンツ見てこういう展開になりそうだなって言って、でいいとこついてこうで、ラストスパ、もう大体いい麻雀打ってたら最終日に可能性が残るってことが分かったの、鳳凰戦はね、あの 1,2,3 日目にいい麻雀打ってると、まあ大体ラスト1回2回勝負になるから、でそのラスト1回2回勝負に時に30勝ってようが30負けてようが一緒だったと思うの、もはやそこでバーンといいトップを取った人が優勝だと思うから、30勝ってても簡単に逃げ切れないし、30負けしても追いつくの簡単だから、だからなんかイメージは鳳凰戦だったら14回でその優勝争いできるとこに
くっついてってラスト2回勝負と思ってるけど、いつもそのラスト2回やられちゃうから。でもまあ WRCR のだったらね、有利ってほどの数字じゃないかなっていう気はしました、うん、はい。なんかでも走り抜けるイメージは確かにあるんです。まあでも1戦目で、まあ、最終戦、まあでも WRCR も最終戦勝負になると思ってたから、うん、今1戦目いい感じで打てたことで、あーこれはもう最終戦トップ取れば優勝の感じでいけるなって思ってたから、もう2戦目から最終戦に手入りますようにみたいな感じだったけど、うん、じゃあちょっと今回はあのこの前あんまり取れなかったんで、うん、はい、ついでにちょっと特別編みたいな感じで、帰り道じゃないですけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。